どうもバロンザーマスです。本日は茨城大ニュータウンから名店紹介出発したいと思います。実はこのね、茨城方面もやっぱりいっぱいあるんですよ、いいところがね。今回ご紹介するのは十八庵と言います。お蕎麦屋さんですね。皆さんお蕎麦とかお好きですか？こういうね、三角部、亀岡、野瀬、茨城方面、ちゃんとしたね、蕎麦屋さんがいっぱいあるんですよ。で、今回の十八庵さんは、10割蕎麦ですね。もう完全に蕎麦粉たっぷりのお蕎麦の、なっております。皆さん自身が、例えば近畿圏内とか、まあ、関東圏内、まあ、いろいろ名店のお蕎麦屋さんはそれぞれあるかとは思うんですけども、こういったね、山奥なんだけど安い物件を手に入れるとですね、その近くのご当地の蕎麦とかね、食品をいただくことができるという非常にありがたいものなので行ってみたいと思います。車自体でもね、あっという間に着くというので、まあ、久しぶりにですね、私のトークだけで現地まで皆さんをご案内したいと思います。皆さんね、お忙しい中、もしくはコロナ禍、もしくはニュースでね、毎日のように悲しいウクライナのニュースを見て心を痛めておられる方多いかと思いますけども、改めまして、こんにちは、こんばんは、バロンザーマスでございます。なんとかね、私の方も、元気いっぱい仕事だけはバッチリやっておりますよ。でですね、今回そのご紹介するお蕎麦屋さんもコメントでいただいたものです。本当にいつもありがとうございます。私自身もね、実は前を通ったことは何度もあるんですよ。よくこの YouTube で上げさせてもらって、伊豆原伊豆子さんのその通り道なので、場所自体は知ってたなんですね。でも実際食べたことが一度もないので、もうこれはいい機会だということで出発しております。で、この出発している際にですね、実は助手席に一人の方が乗っておられまして、これが茨城大ニュータウンで物件を探しているっていう視聴者さんなんですね。で、まあ現地をご紹介して案内をしてですね、でこの方面白い人ですね。バンドマンなんですけども、もう俺買うわっていう、そういうノリやったね。めちゃくちゃいいじゃないですか、ザマンさん、ここ夢しかないですよっていうね。人から見ればですね、過疎地の、まあ、限界ニュータウンであっても、またある方からしたら、これが非常に有効活用できる環境の良い場所ともなるんですね。昔の人がね、住めば都とおっしゃったようにですね、なかなかの名言なんじゃないかなっていう、住めば都、要は考え方一つっていうことですよね。皆さんのね、お隣に素敵な彼女や奥様、もしくはご主人や、彼氏さんがいた時にですね、その人を限界ニュータウンとして見ることはまずないと思うんですけども、好きで一緒にいるっていうこともあると思うんですけどね。でも人ってどっかでね、物の見方を間違えるとですね、多分自分がストレスめちゃくちゃ感じてたりとか嫌なことがあると、まあ、彼氏や彼女の一言が非常に鬱陶しいと、ましてや身内に近い人になればなるほどですね、逆に感情むき出しになってしまう、どうしてお前はわからないんだみたいなね、そうなってしまう、心のゆとりがないことってあると思うんですけどもね、中にはほら、もうこいつと別れたら俺はハッピーになれるのに、自由になれるのに、なんて勘違いする時ありますよね。人やから残念ですけど、そういうこともあります。これは浮気や不倫の話ではないですよ。ありがたいものだけど、ずっとあり続けるといつの間にかそれが一番煩わしくなるってことなんですね。で、この煩わしくなるっていうことの最たるものが忠告とかね、いうものだと思います。良薬は口に逃がしとかね、忠言は耳に逆らえども、行いに必ず利ありというように、昔の方々はこういう格言とかね、そういうのを持ってですね、非常に大事なことであると。身近に忠告してくれる、厳しいこと言ってくれる人の方が愛があるんだよって、だからちゃんと耳を傾けようねっていうことを、論語にしてたりとかするんですけども、そうは言っても余裕がなかったら私を否定するなどね、まあ、こうなってしまうわけですよね。で、意外と否定がね、簡単になってくるとですね、もう何もかも否定するようになってくるっていう習慣が人間には思ったりついてですね、まあ YouTube とかね、インスタとかでもよく問題になってますけど、まあね、こう例えば、テレビに出てる人がね、まあちょっと演技で、まあ、誰かをすごく意地悪すると、で、そしたらそれに対してリアルに攻撃をするっていう方法として、こうコメント欄とかですね、まあインスタとかね、まあもしくはバッドボタンめちゃくちゃ押すとか、もしくは誹謗中傷の文章を上げていくね、自分の、まあ、ホームページじゃないでしょうけど、まあ、自分のブログにそういうことを載せてしまうと、まあ、そういったことで、まあ、人を傷つけて、画面の向こう側に人がいるのは分かってはいるけれども、むしゃくしゃするとどうしても人ってそういうことをやってしまうことがあるんですよね。まあ、その中にですね、話を戻していきますけど、この茨城大ニュータウンというものがございます。皆様ね、ご視聴いただいている方のおかげを申しましてですね、だいぶねディスりが減って、なんか逆に広まったよねっていうね、まあ、逆にその限界ニュータウンっていうネーミングがすごくいいという、こう前向きなねお話をたくさんいただくので本当にありがとうございます。
実際ね、住民の方170名以上お住まいのところに私も軒を連ねておりますので、まあその170人の方がね、まあハッピーになるような、方向で皆さんも温かく見守っていただければと思うので、今後ともご声援ね、ご指導、そしてご協力よろしくお願いします。そう言ってる間にですね、まあいつも見慣れた道をね、ずいずいと、下っておるところではございますけども、見てください、この日はね祝日だったこともあって、ものすごくねツーリングの人らがいるんですね。こう単車やねドライブにも抜群の場所、これが茨城大ニュータウンのルートとなっております。コンビニとかをね作れるもんやったら作りたいけど、そんなのなかなか無理でしょうと、まあ物資輸送の面もあります。その通りなんですけど、実はこの通りってものすごい数の車が走るようになったんですね。はい、ですので、まあ、正気があるとは言わないですけども、そういう補給基地がこのまま能勢までつながってないので、まあ、画面から見たら後ろ側になるんですけど、で、能勢にはね、単車が100台ぐらい集まるようなファミリーマートが有名なところがあるんですね。で、そこの中間地点を抑えるのが茨城大ニュータウンなんですよ。で、どなたかね、キッチンカーでも何でもいいんで、出店してください。僕、全力で応援しますよ。要は中継基地、たまり場、まあ、洗車場、何でもいいんですけども、まあ、そうやって人がねちょっと休憩できる場所があると非常に面白いんですが、茨城大ニュータウンはそのままノンストップで越えてですね、美山の里の後はそのまま能勢まで行ってしまうっていうルートに、まあ、ものすごい数の車と単車が走っているということになるので、そこにね一回ブレーキかける場所があったらですね、非常に面白いかなと思っております。私がね、例えば芸能人とかであればね、そこで毎日こうサイン会やりますと言ったらそこで止まってくれそうなんですけど、私全然芸能人でも何でもないし、まあ、握手してもありがたみも何もないような男なので、どなたか芸能界に所属されてるかでめちゃくちゃ有名な人が来てくださってもいいんですよ。誰かいませんか、名乗り出る人ね、ちょっと名声貸してくださいよっていう、まあそういう、まあ、完全に邪推な思いしかないんですけどちょっとね楽させてもらえたらと思うんですが、まあ茨城大ニュータウン、これからもね皆さんともに盛り上げていきたいと。で、まあザマスチャンネルはですね、まあもう長く見ておられる方よくご存知だと思うんですけど、視聴者参加型の神田、視聴者参加型のサーカス集団っていうのを私自身がね、サブタイトルで名付けておるんですね。まあ、メインタイトルは低品質大量生産なんですよ。だから1日1回なるべく投稿するようにね、こう仕事を必死でやってはいるんですけども、なんやかんやでね1年以上ネタを切らすこともなくね、まあしょうもないのもあったかと思うんですけども、続々と作品が誕生しておる次第なんですね。でサブタイトルが、まあ、視聴者参加型のサーカス取材、まあ、出た人は出てくださいと。まあ、ただし、茨城大ニュータウンに、まあ、見学される方は、茨城大ニュータウンで、ね、なんで見学しに来たのとかね、どういう思いで来てるの、そういったインタビューをね、取らせてもらうというのは条件になるんですけども、で今回今日お越しいただいた方をお連れしてですね、まあ、蕎麦屋いっぱい食べて帰ろうと。でちなみにこの十八庵なんですけどもね、なかなか通なんですね。で実は私自身はね、長野県がすごく大好きでしてね、はい、長野県特に軽井沢ですよ、調子乗って行くわけですよ、ね、年に1回2回ね。でそしたらまあまあ万平ホテルでですね、ジョン・レノンが愛したねロイヤルミルクティー、僕毎日コーヒー派なので唯一その日だけは紅茶をいただくんですけども、ジョン・レノン、愛するジョン・レノンがね指導したと、ね、アドバイスしたというねロイヤルミルクティー、ママの味と言われてるんですね。はい、でそこでそれと僕めったに甘いもの食べないんで、基本的にねまんじゅうとかケーキとか、まあ、一切食べないんですけども、そこでは、まあ、小粋にですね、本当はアップルパイを食べるべきなんですね、ジョン・レノン会社アップルパイで、僕の場合はそれじゃなくてフレンチトーストをいただいております。アップルパイちょっと甘食べれない、食べれない、だから結局ね甘いの本当に食えないんですよね。ちょっと自慢っぽくなりますけど、バレンタインの時には皆さんね、僕はチョコも食べれないのも知ってるんで、大概コーヒー豆を送っていきます。モテオダンでね、はい、まあ、コーヒー豆ってね、まあ、100g 200g こう吸ってくれるじゃないですか。それをなかなかのね僕が聞いたことないお店で皆さん買ってくださるんでね、はい、モテモテなんですよ。その日だけは2月の14日でございますね。でちなみにそのまあいただくコーヒー豆はね5個や10個でくだらないぐらいいっぱいもらうんですけども、平均年齢がねだいたい72ぐらいの女性からいただくと実はねおばちゃんのアイドルなんですよ、こう見えてもね。はい、もうトラ置いときましょう。はい、いつもありがとうございます。コーヒー豆いただいてね、ちゃんとホワイトデーで全部お返ししますからね、せんべい以外のやつね、柔らかいお菓子送ってますからね、はい、歯を痛めないようにいきましょうね、喉とね。
はい、でまあその、まあ、万平ホテルともう一つは長野のお楽しみといえばお蕎麦なんですね。はい、ですので蕎麦が大好きでね、私全国実は全都道府県回ってきてるんですけども、はい、あの私の友人でね、あの大阪松下の松下職人っていういるんですね。松下徹くんって言って、まあ、あだ名がねパナなんですよ。松下パナソニックパナっていうねしょうもないあだ名をつけたわけですよ。申し訳ございません。で彼がね、あのだるま一門に入りましてね、広島で修行なんかして、最後はパリ支店までね派遣されて、そこには矢沢永吉さんとかね、あのブラッドピットさんがそばが食べに来とったんですよ、フランスのね、はい、パリ支店で帰ってきて、大阪のど真ん中に大阪松下と、まあ、そこに作ってですね、彼から、まあ、蕎麦、美味しい蕎麦いっぱいいただいただけじゃなくて、作法とかね、食べ方も教えていただきました。で、本当のツアーね、わさびだけ、お塩だけ、で、つゆちょっとだけ、つゆ入れて、ネギの薬味入れて楽しんで、最後、原良角の黒しし麺食べる。まあ、実は蕎麦の味変をして楽しむ人がめちゃくちゃ多いっていうことだったんですね。今回のトハちゃん、なんと塩でも食べるお蕎麦。あるんですね。やっぱ2はね塩で食べる。これ思ったよりね、そばにねお塩をつけるんじゃない、振りかけて食べる。めちゃくちゃうまかったです。驚きましたね。まあ後で現地のね映像あるんで少し見てもらったらいいかと思うんですけど、ちょっとねお店が狭くて、2家族分ぐらいしか入ってない。4席と、6席の2つだけ、合計10名ほどのお席となっております。私この日予約をせずに視聴者さんと一緒に、ね、茨城大ニュータウン見学した方と一緒に入ったんですけども、僕ぴったり入れましたけどね、まあ、この後来たら待ちになると。はい、到着いたしました。お店の前トハチアンでございます。あっという間ですね。ね、手打ちそばとか、こう、大将も優しくていい人です。非常にね、面白いです。そしたらね、現地の音声に切り替えて少し雰囲気味わってみてください。これが外側ですね。じゃあどうぞ。しょぼないこれ。めっちゃ本気取りじゃないですか。うんうんうん、しかもこれ2種類なんですね。10年後ぐらいに聞いたんですよ。あ、知り合いだ。だからその当時聞いてたら、どこに行ってたかわからないですけど、その時聞いたら、はい、わざわざそんなことせんでも、うん、よかったんちゃうのっていう優しい気持ち。ザーマスチャンネル。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こういう本格的なお蕎麦をね、しかも10割ね、28蕎麦とかいろいろねありますけども、この本格的お蕎麦をこういう場所であっという間に食べれるのはこの茨城大ニュータウンの素晴らしいところなんですね。栄養に見てください。そんな近くにうまい蕎麦屋があると、これはまさに北摂の軽井沢でございます。ありがとうございます。はい、まあそれだけで、ね、楽しくやっておるんですけども、あのね、非常にまずね、あの蕎麦があのやっぱり10割なんで、あの喉越しで言うとボソボソしてるところがあるんですね。ただ蕎麦の風味を非常に楽しめます。わさびでいただいてもまたよし、つゆつけてもまたよし。お塩がね、なんと3種類あって、もう最後どれがどのお塩かもちょっと正直わからなかったんで、全部振りかけて全部美味しかったです。あのスイカに あのお塩をかけると甘みが出ますよね。そういう味覚の味変ができるのがこのお塩の素晴らしいところなんですけども、その天然の塩が3つもあるからですね、非常に蕎麦の味変が面白くてですね、あの、まあ、味覚がこうなんていうんですかね、こうぶらされる、しょっぱいのに甘く感じるみたいね、そば粉の匂いが、こうそばのね香りがすごく引き立つんだなと思った。このつゆがないそばの食べ方の2をね、私今回学ばせていただきました。まあ多分ね、視聴者さんの中にはやっぱりそば通がかなりいると思うので、あんまりね、なんかちょっと調子乗った系のいい格好をしたくはないんですけども、あの信州ね、やっぱり長野県はおそばの名産でしてね、そば粉そば身が取りやすいということもあって、あと北海道が多いらしいんですけども、あのね、信州といえば信州信濃の新そばよりも私はあんたのそばがええ、信州そばなんていう CM がねずっと流れてまして、はい、あのそばにはね非常に名残がある、国となっておる長野県、当時信濃の国と申しますけども、この茨城大ニュータウン周辺のこの茨城市側なんですが、東八山も全く負けてはおりません。
はい、ですので皆さんも気晴らしのね別荘として、まあ、ボロい家を買ってDIY を楽しん でよかったらね自分で YouTube 立ち上げて YouTube でこうね200万で家買いました、300万でボロい家買いましたみたいなのが DIY 動画とかね撮ってもらったら、私は全然どんどん宣伝させてもらいます。結果僕を追い越していくんでしょうけども、追い越したら私今度紹介してね参加させてくださいと、まあそういう流れでしてね、はい、楽しくやっていければと思います。今回は十八庵ご紹介いたしました。またよかったら茨城市のお越しの際はお寄りになってみてください。今回はこれにて失礼いたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。